ラインホルド・ニーバー、ラインホルド・ニーバー、英語、ラインホルトニーブは、1892年6月21日から1971年6月1日は、アメリカの自由主義進学者、政治や社会問題についてのコメンテーターである。1920年代に、左派の牧師として登場し、1930年代には、新政党主義へと立場を変え、 どのように傲慢の罪が悪をこの世に作り出すかを説明した。そして、キリスト教的リアリズムとして知られる神学に影響を受けた哲学的な考え方を作り出した。ニーバーは、現実に取り組むことのない空想的な理想主義、ユートピアニズムを非難し、1944年、光の子と闇の子では、一家のように書いている。1945年以降、ニーバーのリアリズムは、 進化したとされ、結果として、ソビエト連邦と対峙するアメリカの支援に彼を導いたとされる。キリスト教的な教義と結びつけられた外交問題についてのリアリズム及び近代的、正しい戦争についての提言によって、長きにわたって社会的な影響力を保持した。ニーバーの政治、宗教観は多くのリベラルに影響を与え、 現実主義的な対外政策を後押しすることとなった。アメリカの対外政策についての近年のリーダーたち、ジミー・カーター、マデレーン、オルブライト、ヒラリー・クリントン、ジョン・マケイン、バラク・オバマなどは、彼ら自身へのニーバーの重要性を認めている。ニーバーは、ミズーリ州、ライトシティに生まれた。父は、ドイツ系移民のアメリカ人。 グスタフ・ニーバーで、母はその妻・リディアであった。彼の父は、ドイツ福音派の牧師であり、ドイツで定着していたプロシア教会連合のアメリカ文化であった。現在、それは、キリスト連合協会の一部となっている。家族は、家ではドイツ語を話した。彼の弟エイチ・リチャード・ニーバーは、有名な宗教史家となって、彼の妹のハルダ・ニーバーは、シカゴで、進学教授となった。 ラインホールド・ニーバーは、イリノイ州のエルムハースト大学に通い、1910年に卒業した。彼は、ミズーリ州、ウェブスターグローブのエデン神学校で学び、エール神学校に通って、進学の学士号を1914年に取得した。次の年には、修士号の得た。後にニーバーは、この時に博士号まで取らなかったことを後悔した。 ドイツ系アメリカ人としてしつけられてきたことによる地方的な偏教さからエール、神学校は私を知的に解放してくれた、とニーバーは後に語っている。1931年にニーバーはウルスラ・ケッペル・コンプトンと結婚した。彼女はイングランド教会の一員であり、オックスフォード大学で進学と歴史の教育を受けていた。彼女は 修士号のためにユニオン神学校での研究中にニーバーと出会った。彼女自身が設立を助けたバーナード大学、コロンビア総合大学の付属校で女性短科大学で何年もの間教職に就き、後に宗教研究学部の議長となった。ニーバー夫妻は二人の子供を設けた。クリストファー・ニーバーとエリザベス・シフン・ニーバーである。ウルソラ・ニーバーは 彼女の議会図書館の専門論文に、いくつかのニーバーの後期の著作を、ニーバーがうるすらと共同執筆したということを示す。証拠を残した。ただし、共同執筆については疑義がある。1915年、ニーバーは牧師に除任された。ドイツ福音派特命会議は、ニーバーに、ミシガン州、デトロイトの聖書福音教会への勤務を命じた。着任当初、 65人の信徒であったが、彼が退任する1928年には700人近くに増えていた。この信徒の増加は、ドイツ系アメリカ人、コミュニティ内部だけにとどまらず、成長著しい自動車産業の仕事に引き付けられて、デトロイトに集まった人々の心をも動かすことのできる彼の能力を示している。1900年代のデトロイトは、アメリカで四番目に大きい都市となっていた。 デトロイトには多くの東、南部ヨーロッパのユダヤ人、カトリックの移民だけでなく、黒人、白人のアメリカ南部の田舎からの出稼ぎ労働者も集まっていた。彼らは仕事と限られた住居を得るために争い、都市の急速な変化と社会的な緊張の増加は、白人市場主義の秘密結社、クー・クラックス・クランの増長に寄与した。1925年にはそのピークに達した。 アメリカが第一次世界大戦に突入した時、ニーバーはデトロイトにあるドイツ語を話す小さな新都団の無名の牧師に過ぎなかった。1919年にはドイツ語の使用は中止された。アメリカ及び近くのカナダのドイツ系アメリカ人のすべての文化はアメリカ、ドイツへの二重中世の疑いのために攻撃にさらされていた。ニーバーは繰り返し、 アメリカに対する忠誠の必要を主張し、雑誌において全国のドイツ系アメリカ人に対して愛国的であることを懇願したことで読者を得た。しかし、進学的には彼が言ったことは国会の中誠の問題以上のことである。つまり彼は愛国主義と平和主義から現実主義的な倫理的な立場、ものの見方を生み出そうとしたである。多くの理想主義者、 平和主義者たちが掴み損なっている倫理に対する挑戦的な力によって生じた危険を、ニーバーは現実的に取り扱うことを試みた。戦争の間、ニーバーも彼の所属する文化に戦争構成委員会の事務局長として仕えた。一方で、デトロイトでの牧師の地位も維持した。心の内では平和主義者で、彼は妥協を必要なものと考え、 正義のために妥協をしながら、平和を乱すために戦争を進んで支援しようとした。神学校卒業後、ニーバーは社会的福音を説いた。そして彼は、フォードの労働者の非道徳的かつ安定感のない状況について非難し始めた。ニーバーはその立場を左寄りとした。そして、労働者たちに対して、産業主義がもたらした風紀の乱れに困惑することとなった。 彼はヘンリー・フォードに対する辛辣な批判者となり、労働者の権利について説明する労働組合のまとめ役たちのために彼の説教団を使用することを許した。ニーバーは組み立てラインによって生じた劣悪な労働環境と不安定な雇用環境を非難した。工場における労働についてのニーバーの評価は、進歩主義的なオプティミズム、楽観主義とは反するものになった。 彼は日記に、下記のように書いた。ニーバーは、組み立てラインの労働者と話すことはなかった。ニーバーの教区民多くは、技能のある職人だったためが、サミュエル・マーカス牧師と共に議論をした後で、無意識に自分の感情を彼らに投影したのだと、歴史学者のロナルド・ H ・イチ・ストーンは考えている。組み立てラインの労働者のいくつかの研究が示すように、その仕事は退屈な名物になるだろう。 しかし、労働者たちは複雑にモチベーションを保った。そして、彼らは単純作業に意義を乱すことができるようになった。多くの者が彼らの仕事を自慢し、彼らの息子たちを組み立てて、ラインに置こうと努めた。フォードは、試みはしたが、労働の傾向を制御し損なったのである。労働者との面接を通じた、広範囲の社会学的調査の結果、労働者が彼らの仕事よりも、 より自分の家庭生活を楽しむことに興味を持っていると経営者は結論付けた。フォード社の解決策とは、公正資本主義である。比較的高い給与と、休暇や退職後の年金等の手当を充実させることで、退職率を低下させ、まず第一に、家庭人に訴えた。ニーバーのフォードと、資本主義に対する批判は、進歩主義者陣営に共感を呼び、 彼を全国的に有名にすることを助けた。彼の本格的なマルクス主義への関与はデトロイトでは発展せず、1928年にニューヨークへと移った後、発展することになる。1923年にニーバーはヨーロッパを訪れ、知識人や神学者と会った。フランスの占領下にあるドイツのラインラントの状況は、ニーバーを落胆させ、 第一次世界大戦後ニーバーの取った平和主義の絵を強化させた。ニーバーはデトロイトでの個人的な体験を書き留め、後に出版している。1929年、霊障家のノートからの数ページ彼はそのキャリアを通じて、執筆、出版を続け、そして雑誌、キリスト教会と、 キキクリスチャニティクライシスの編集者の仕事も1941年から1966年の間務めた。1928年、ニーバーはデトロイトを出発し、ニューヨークへ向かった。ニューヨークのユニオン神学校で実践進学の教授となるためである。1960年に引退するまで、残りのキャリアすべてをここで過ごすことになった。 ユニオン神学校での進学の指導をしながら、生徒の多くの学生に影響を与え、そこにはハンナチズムの告白協会の牧師、ディートリヒ・ボンヘッファーも含まれていた。なお、1955年から1960年にかけて、ニーバーは副学長を務めている。ニーバーは51人の著名なアメリカ人で形成する国際救済協会、 インターナショナルリリーフアソシエーションの一員であった。これは今日ではインターナショナルレスキューコミッティーとしてられている。この教会の目的はヒトラー政権の政策に苦しむドイツ人を支援することであった。1930年代においてニーバーはジョン・デューイに反対する知識人として見られることがよくあった。両者とも職業的な論者であり、 彼らの考えはしばしば衝突するにもかかわらず、自由主義的知識人として、同一の思想的なバックボーンを持ち、同じ領域で権威を持っていた。ニーバーは、エルサレム的宗教的伝統の強い支持者であり、留意によって主張される、非宗教的なアテネ的伝統を強制するものとして見ていた。1932年、道徳的人間と非道徳的社会において、 まだ執筆活動を始めたばかりのニーバーだったが、強くデューイの哲学を批判した。2年後、デューイの著作1934年、共通の信仰、英コモンフェイスの書評において、デューイの教育的かつ実用主義的な膨大な本文についての宗教的な客中に対して、ニーバーは意外にも冷静に対応し、かつ敬意を表した。1939年、 ニーバーは自身ののこれまでの進学的な変歴を以下のように説明した。1930年代において、罪と温調、愛と正義、信仰と理性、現実主義と理想主義、歴史の皮肉と悲劇について、ニーバーは多くの概念、思想を作り上げた。そして、それは進学の新政党主義における彼のリーダーシップを揺るぎないものにした。 カール・バルトや他の弁償法的神学者の強い影響を受けて聖書が神自身の啓示についての人間の記録であることを強調し始めた。それは危機的なしかし救いともなり得る人間の本性と運命についての悟りと現在についての協理である。彼の主要な提案は根源的な悪として利己的な自己中心性を持つ傲慢の罪を社会的な事象として 捉えようとしたことである。傲慢の罪は、単に犯罪の中にだけ見出されるものではなくて、むしろ、もっと危険なことに、事故の行為に満足してしまっているような人々のうちに、見出されるものである。例えば、ヘンリー・フォードのように、彼は決して名前を挙げて言及しなかったが、善良な人々を堕落させがちな、人間な傾向は、ニーバーが得た、優れた洞察であった。この傾向は、 政府やビジネス、民主主義、空想的な社会、教会など、社会の色々なところで、はっきりと見ることができる。彼の著作の中で、最も影響力の大きいものの一つである。1932年、道徳的な人間と非道徳的な社会において、この立場は、史上深く表明されている。独善的思い違いを避けることを、ニーバーはその思想の中心に据え、 偽善や見せかけの告発者であった。独善的に聖書の戒律を守ろうと宗教に接近することは不可能というだけでなく人間の現在の実証でもある、とニーバーは主張する。その試みは自己愛として解釈される。自己愛を通じて人間は自己の善良さに着目するようになり、自己の善良さを独力で得ることができるという誤った結論に飛躍する。 このような誤りを、ニーバーは、プロメテウス的思い違いと呼ぶ。それゆえに、自己を超越するには、不完全なはずの能力を、自身の生命や世界を超えて、自己の絶対的権威を証明する能力であると、人間は誤解するのである。絶えず、自然の設ける限界によって、苛立たされている人間は、彼と彼のすべての世界を破壊する力に対する渇動を増大させる。 歴史とは人間が自らが自身にもたらした危機と審判の記録である。それは神が人間に彼の可能性を踏み越えることを許してはいないということの証明となる。プロメテウス的思い違いとは対照的に自己深格化に打ち勝ち、建設的な人間の歴史を可能とする自己犠牲的な愛を神は歴史の中に示す。特にイエス・キリストを置いて具現化されたように、 1930年代の間、ニーバーは、抗戦的な政治派閥であるアメリカ社会党の有名な指導者であった。しかし、偏屈なマルクス主義者が持つ信念を宗教を、あるいは、ある点では内容の乏しい宗教とみなすことによって、ニーバーは彼らを嫌っていた。1941年代には、彼は民主主義的行動のための連合を共同設立した。この連合は、 軍事的な干渉主義者が所属し、国際主義的対外政策を取り、親から労働組合的で自由主義的国内政策を取った。そして、ニーバーは連合が1947年に民主主義的行動のためのアメリカ人たちへと転換するまで唯一の代表であった。キリスト教的リアリズムの枠組みの内部において、ニーバーは第二次世界大戦における アメリカの行動、反共主義及び核兵器開発の支援者となった。しかし、ベトナム戦争には反対であった。第二次世界大戦の勃発時、ニーバーの自由主義の中にある平和主義的な要素は問題にされた。同じ自由主義者でも自由主義的傾向の強い仲間の平和主義から距離を取り、断固として戦争の支持を主張した。平和思向の進学者、 牧師のグループであった和解の共同体を離脱し、彼らにとって最もも手厳しい批判者の一人となった。彼の同僚たちからの離脱は、キリスト教的リアリズムとして知られる運動に発展した。ニーバーは多くの人たちに戦争の第一の擁護者であったとみなされた。ニーバーは第二次世界大戦中、連合軍を支援し、アメリカの参戦を支持した。 非宗教的な領域においても、宗教的な領域においても、著述家としても、ユニオン神学校の教授としてもニーバーは人気があった。それゆえに彼はアメリカ国内、あるいは海外においても強い影響力を持った。第一次世界大戦の経験から多くの聖職者たちが平和主義者としての立場を宣言する一方で、ドイツと日本による勝利が、 キリスト教信仰を脅かすだろうと、ニーバーは断じた。彼は、社会主義者との交友、社会主義的な意見と縁を切った。罪はこの世界の一部分であり、正義は愛に優先する。そして、平和主義は、絶対的な愛の象徴的な肖像であるが、罪を防ぐことはできないというプロテスタントの心情を、ニーバーは意見の根拠とした。彼の反対者たちは、 彼を好意的に評価することはなかったけれども、反対者たちとのやりとりは、ニーバーが知的に成熟することを助けた。雑誌、キリスト教の世紀の編集者である、チャールズ・クレイトン・モリスンと、第二次世界大戦へのアメリカの参加について、討論を行ったとき、モリスンと、その平和主義的な支持者は、アメリカの役割は厳しく、中立を保ち、 和平による平和のみに関与すべきだと主張した。それに対して、ニーバーは自身が現実主義者であり、倫理的な目標を達成するために政治的な力を使用するとには反対すると主張した。モリス・ウンと、彼の支持者は第一次世界大戦とケロックイコールブリアン条約の後に始まったこの戦争を不法とする運動を強く支持した。 1931年の満州事変によって条約の妥当性は疑われた。そして1932年、道徳的人間と非道徳的社会の出版に伴って、ニーバーはキリスト教の正規と意見をことにし、干渉主義と武力外交を支持し、ついにルーズベルト大統領が1940年における選挙で再選するに至り、また彼自身の雑誌、 キリスト教と危機が出版されることとなった。しかし、1945年8月6日の広島への原子爆弾の使用を、道徳的に弁護不能モリリー・インディフェンセブルとして、非難した。歴史家であり社会批評家のアーサー・エーム・シュレ・ジンジャー・ジュニアは、彼の受けた衝撃を以下のように語っている。ニーバーによるルーズベルト大統領の用語は、 彼を自由主義者の間で有名にした。一方で、歴史家、モートン・ホワイトは、皮肉なタッチで以下のように書き留めている。1939年8月、ヨシフ・スターリンが、アドルフ・ヒトラーとモロトフリッペントロップ協定を結んだ。後で、ニーバーは、社会主義的傾向を知られていた、いくつかの同調者の組織と、過去に一旦は断ち切られた関係を結び直した。 1947年には民主主義的行動のためのアメリカ人たちの設立を支援した。共産主義の拡大を封じ込める必要がある。冷戦中、彼の思想は、ジョージ・ケナン、ハンス・モーゲンソー、アーサー・エイムシュレ・ジンジャー・ジュニア、及び他の現実主義者たちに影響を与えた。1948年3月、彼にとって最後となったタイムでの特集記事において、 こういったカーチャンバースは、ニーバーについて、以下のように語った。1950年代に入ると、ニーバーの立場は、非常に反響に傾き、そのため、上院議員、ジョセフ・マッカーシーは、市民の自由を軽視しているがゆえに悪なのではなくて、社会主義者と、その共感者を根絶やしにすることについて無能であるために、悪の勢力なのだと思うようになった。1953年には彼は ローゼンバーグ夫妻は処刑されるべきだと考え、売国奴たちは決して通常の犯罪者ではない。ローゼンバーグ夫妻はどうかつ忠実な社会主義者であることは極めて明白である。原子爆弾に関わる秘密を盗むことは前例のない犯罪だ。と述べた。彼の見解は牧師としての在任したデトロイトでの期間のうちに発展した。デトロイトは アメリカでも有数の産業の町として移民たち、出稼ぎ労働者たちの集まる競争と発展の場所であった。1920年代、急速な社会の変化に脅かされた職を求める人々を受け入れたデトロイトにおいて、ニーバーは厳しくクークラックスクランの増長を非難した。クランは反対黒人、反ユダヤ、反マイナスカトリックの立場を示した。 ニーバーはクランを今しめ、特に1925年の市長選挙に際しては、特に強く今しめ、全国的な注目を集めた。20世紀初頭から続く、東欧、南欧からの多くのカトリック教徒の移民が、1920年代に増加したのに関連して、反、マイナスカトリシズムの波は、デトロイトに押し寄せた。それは、クークラックスクランの復活によって、悪化させられ、 クランは多くの構成員をデトロイトで補充した。ニーバーは社会的多厳正をクランを非難することで守った。1925年のデトロイト市長選挙中、ニーバーの教会における説教、私たちは公平な心のプロテスタントであることを決して否定できない。は、デトロイトタイムズ、フリープレスの2つの新聞の第1面に印刷された。この説教は、市長候補、 チャールズ・ボールズに対して人々に反対投票をするよう借り立てた。この候補者は公然とクランの支援を受けていたからである。カトリックの現職市長、ジョン・ W ・スミスは3万票の僅差で当選した。クランを厳しく非難することでデトロイトにおけるクランの政治的勢力を減衰させた。ニーバーの説教は、下記の通り人種の正義についてのニーバーの思想は彼が 社会主義を廃棄した後、徐々に発展した。彼は、社会の不公平は、人間の傲慢さと、自己愛に起因すると考え、生まれながらの悪への傾向は人類には制御することが、できないものと考えた。しかし、彼は、議会制民主主義が、社会の病を了化させるかもしれないと考えた。エドマンドバークのように、ニーバーは押し付けられた変化に対する自然の進化を、 認めており、理論よりも経験を重視した。ニーバーのバークイデオロギーは、しばしば彼の持つ自由主義的な諸原理と食い違い、とりわけ彼の人種上の正義についての認識において、相国を生んだ。人種的な不平等に反対する一方で、ニーバーは人種の分離については、保守的な立場を受け入れた。第二次世界大戦の後、多くの自由主義者は、 人種差別撤回を支持する一方で、ニーバーは、機械の均等に重点的に取り組んだ。彼は、暴力に帰着するかもしれない急激な変化を、牽制した。1960年代、平和的なデモ活動に続いて生じた暴力は、ニーバーに平等を強いることに反対する彼の立場を破棄させるに至った。北部のゲットーの問題を経験したことは後に、彼に、 社会的平等を達成することについて疑いを持たせた。バーミングハム刑務所からの手紙において、マーティン・ルン・サーキング・ジュニアは以下のように書いた。個人は倫理的な光を見ると自発的にその不公平な態度を放棄する可能性がある。しかし、ライホルド・ニーバーが私に思い出させたように、集団は個人よりも不道徳に陥りやすい傾向を持っているのである。 キングは、ニーバーの社会的、倫理的理念を高く評価し、彼自身を非暴力主義へ借り立てた原因としては、ガンディの模範例よりも、ニーバーとパウルティリヒの影響が大きいと考えた。しかし一方で、ニーバーは、南部の白人社会に対して友好的であり、公民権運動に対して、積極的な支援者ではなく、キングによって依頼された、請願書へのサインを拒んでいる。 若きデトロイトの牧師として、彼はユダヤ人のキリスト教への改修を好み、福音派キリスト教徒の反ユダヤ主義やユダヤ人を無視する態度を非難した。彼はキリスト教徒らしくない態度を非難し、彼の仲間のキリスト教徒たちが示すユダヤ人への偏教さこそがキリスト教徒らしくない態度であると反対した。1933年、キリスト教の世紀の記事は、 彼のキリスト教コミュニティの内部に向けたヒトラーのユダヤ人の文化的殲滅に対する継承であった。最終的にニーバーは彼の進学を発展させ、キリスト教徒がユダヤ人をキリスト教徒に回収させようと努力することは不適切であると主張した初めての著名なキリスト教神学者となった。説教師として、著述家として、リーダーとして、そして、 政治の有力者に対するアドバイザーとして、ニーバーは、シオニズム運動と、イスラエル建国を支援した。彼の反ユダヤ主義の解決策は、ユダヤ人の祖国と、優れた寛容さと、各国における、民族的同化の組み合わせであった。彼の立場は、彼の宗教的な心情、地上の生命はいつも、不完全であると係していたかもしれない。そして、 ドイツにおける反ユダヤ主義への懸念とも関係があった可能性がある。1952年アメリカ史の皮肉の中でニーバーはアメリカの過去が持つ意味を考察した。ニーバーはアメリカの歴史をその功績の点からもしくはキリスト教徒の歴史として判断した場合人間味のある皮肉な解釈が信用に値するかどうかを問うた。ニーバーの皮肉の概念とは 好意の結果が、はじめの意図から全く反対のものになるという状況を、指し、意図と結果の不均衡の基本的な原因は、行為者自身もしくは、元々の目的に内在するとされる。アメリカの歴史についての彼の解釈は、この概念に基づいており、キリスト教的な観点にもかかわらず、解釈が深く歴史的事象に根付いているために、読者が彼の宗教的見解を共有していなくても、 同じ結論へと導くことができるのである。理想主義にとって、ニーバーは強敵であった。アメリカの理想主義は二つの形態をとると、ニーバーは考えた。一つ目は、反戦の理想を掲げる、非対干渉主義者で、権力によって困惑させられるタイプ。二つ目は、戦争賛成の帝国主義者で、権力を美徳により偽装するタイプである。非対干渉主義者は、 軍事的行動を非難するか、はっきりとした道徳的な行動を要求することによって彼らの魂の純粋性を保護しようと努める。この時ニーバーが念頭に置いていたであろう牧師ハリー・エマースン、フォスリックを名指すことはなかった。彼ら非対干渉主義者はアメリカの犯す罪を大げさに言うのにアメリカの敵の悪は弁護する。そして論客の発言の後には 不快秘的にアメリカをまず攻めるとニーバーは言う。この彼らのやり方は現実問題に直面するのを拒否する宗教的方法であると主張した。ニーバーの祈り、平安の祈りとも故障されるの作者として知られている。ニーバーは第二次世界大戦直後の数年、プロテスタント主流派の聖職者たちに重大な影響を与えた。 プロテスタント主流派のほとんどが新政党主義と歩みを共にし、新政党主義の運動にも同調していた。この影響力が衰え始め、晩年には急激に落ち込んでしまった。歴史家アーサー・エーム・シュレジンジャー・ジュニアは、ニーバーの功績を彼を必要とした両陣営、自由主義者、保守主義者たちの間で、ニーバーについて議論が戦わされたことである、としている。キング牧師は、 ニーバーの影響力を称賛した。外交政策の保守派陣営は、倫理的現実主義の例として、冷戦の間の封じ込め政策のニーバーの支援を指摘する。革新派陣営は、彼の活動後期のベトナム戦争への反対を引用する。近年になると、大抵の場合は自由主義プロテスタント神学のグループ以外のところで、ニーバーは再び生まれるようになってきた。 2008年のアメリカ大統領選挙において民主、共和両党の候補者が影響を受けたものとしてニーバーに言及した。上院議員のジョン・マケインがその著書ハードコールで良い戦争の対価について明確に理解している。模範とするべき人は著名なニーバーであると書いており、大統領バラク・オバマはニーバーは好きな哲学者であり、好きな神学者であると語っている。 雑誌スレートのコラムニストのフレッド・カプランは2009年ノーベル平和賞受賞に際してのオバマ大統領の演説はニーバーについての誠実な実行であったとみなした。ケネス・ウォルツの国際関係論についての影響力の大きい仕事マン、ザ・ステート・アンド・オーはニーバーの思想についての言及が含まれている。ウォルツは政治的現実主義に対する ニーバーの貢献を強調し、特に人間の感性というものの不可能性の概念を強調した。アンドリュー・ベースビッチの本、力の限界では13回もニーバーに言及している。ベースビッチは、ニーバーの謙虚さと、アメリカ人がアメリカの力に魅惑される危険な状態にあった、という意見を強調した。ニーバーはしばしばカリスマ的な演説者であると評された。 記者のオールデン・ホイットマンは彼の演説のスタイルについて書いている。彼は太くて低い声と青い大きな瞳を持っていた。彼は自分の手をまるでオーケストラの指揮者のように使った。時々人差し指を立てその手を振り回して歯切れの良い文を際立たせた。彼は早口で話しメモも見なかった理由としては彼が演習用のメガネをつけるのを嫌ったためであるが、 それでも、クライマックスまでの論理の組み立てが巧妙であり、彼の言ったことの情熱的な含みを伝えるという意味においても巧みだった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。